すみません、正解です。橋本は割りながらお集めでありがとうございました。前回の後楽園でちょっとコバックに持ち上げられた時に背中を痛めましてですね、まだそこがちょっと治ってないんでちょっとお見苦しい点でございますけど、よろしくお願いします。今田尻選手が、海外に行ってます。それを聞きつけたか何かわからないんですけども、それをここは何というのかな、コバックに願いた、リンが、記者会見やらせろということで、私はどちらかというと、スマッシュの代表でもございますので中立的な立場から、今回、開拓したんですけれども、リンちゃんで何か言いたいことあるのかな。スマッシュディーバートーナメント、リンだぜ。トーナメント、トーナメントと、言いますと、一つちょっと報告ございます。先日ですね、シュリ選手が、志田選手に対して、対戦アピールをしたんですけども、それを受けてですね、志田光選手がですね、受け入れるということで、6月9日、後楽園ホール大会で、ディーバートーナメント第1回戦、シュリ選手と、アイスリボンの志田光選手の対戦が、決定しました。報告申し上げます。で、リンちゃんは、それと誰か戦いたいっていうことなのかな。これかな。リンズもうセクシー。ん？サカイ。What's think of you? 要はこれ持ってきたってことは、まずカナ選手と戦いたいってことっていうことと、あとはカナ選手より私の方がセクシーだ。で勝ったらこの表紙になりたい。そういうことを言ってるわけ。Yeah.わかりました。わかりました。リン、my sexy shot is top page. Okay? そういうことで、今、リン選手からも話が出ましたんで、それを受けまして、6月9日、後楽園ホール大会、カナ選手対、リン選手の、この第1回戦になりますけれども、対戦を決定いたしました。で、それでいいのかな。 Yeah. If I win, smash perfect top of page, okay? OK, OK. 勝ったら載せますよ。Yeah. 勝ったら載せます、それは。Thank you, Sakai. いやいや、でもね、正直言うと、カナ選手が断然セクシーだと思う。はい。全然セクシーだと思う。Who is more sexy? カナ選手。Who is more sexy? カナ選手が全然。いや、カナ選手が全然。みんなそう思ってる。Fuck! みんなそう思ってるって。ということで、改めて申し上げますと、6月9日、シュリ選手対、志田光選手
あと、リンバイロン対、カナ選手ということで、両方ともシングルマッチで、リーバのトーナメントの1回戦ということで、ここで、正式に決定いたしました。本日はありがとうございました。以上で記者会見終了とさせていただきます。